はい、皆さんこんにちは。リナです。タカです。エイティブログです。私たちはドイツのパン屋に行きます。今ドイツから帰ってきたばかりだけど、もうドイツのパンが恋しくなってきましたよ。ドイツから帰ってきて日本食一通り美味しいものを食べましたよ。食べて温泉も行ってゆっくりしてそしたら今度はまたドイツが恋しくなってきてそう最近ドイツ人におすすめされた名古屋にあるパン屋があって、でそこに行ったことないから今日ちょっと行ってみたいなと思いました。ビッテというパン屋です。ビッテってプリーズって意味だね。そうあ、これ、おお、すごい、あ、通り過ぎちゃった。めっちゃドイツっぽい。おすごい、でもドイツじゃん。名古屋のど真ん中にドイツじゃん、ね、あ、こっちだ。ベッカーガイ und カフェビッテ。すごい。じゃあめちゃめちゃ入り口からもドイツ。これドイツのくるみ割り人形。じゃあメニューを見てみましょうかね。これランチメニューになってて、本当にあの、まあ、パンがメインということ、パン屋さんだから悩みますよ。ドイツのドイツ料理屋さんと日本のドイツ料理屋さんの違いは、写真が載ってるか載ってないからね。そうだよ、ドイツの助かりますよ。ドイツレストランは写真載ってないからねここでサンドイッチがあって、でここにちょっとプレート的なのがある。プレート料理ってなんかドイツ料理っぽいね。ザ・プレートでドカーンってさ、全部乗ってくる感じ、ね、自分で組み合わせてくださいみたいな感じ私たちはやらないよみたいなホワイトソーセージ、バイスボースとかもあるし、なんか盛り合わせ的なソーセージの盛り合わせとかもある。シュニッツェルもいい。まあね、いいや、今日はシュニッツェルはいらない。ここのお店のビールの種類いっぱいあるよね。本当だ、ドイツビール、ピルスナー、黒ビール、ケルシュ、ペールエール、4種類のビールプラスノンアルコールビールプラスグルーワイン俺の一番大好きな白ビールがない。ああ、そうだね、なんでだろう。しかもお安い、全て600円だよ。タカがちなみにこれを注文した。ノンアルコールビールです。はい、ありがとうございます。うー、美味しそう。はい、ドイツ、うー、はあ、めっちゃいい匂いするドイツプレートビールめっちゃ美味しそうパン2種類、ソーセージ2種類、ハンバーグ、マッシュポテト、サワークラウト。これ私がめっちゃいいのする、本当に。そうだよ残念ながら皆さんにも伝わんないけど、めっちゃいい匂いするね。お、かわいい、ビッてのあれがコースターだね。うん、かわいいはい、ありがとうございます。はい、炭酸、うわ、美味しそう1,2,3,4,4つもあるよ。ちょっと失敗したね、タカちゃん。カメラ片手で、さすがにできなかった。こうだよ、本当は。そうだね、これも。お父さんに教えてもらったでしょ。タカがビールを中途半端に入れたから、最後にちょっと私は綺麗に入れようかな。さっきの泡がさ、だんだんこう上に上がってきていい感じになったね。あー、でもいい感じだよ。トースト、あ、意外といける。教えてくれないとこれはアルコールフリーということは分かんないかも。マジで、そんなうまい。いただきます。アルコールフリー。でもドイツのアルコールフリーだから入ってるかもしれないよ。いや、 0.0% 入ってる、ちゃんとよかったね、ドイツで飲んだ時 0.5% 入ってたよだよ、ドイツはそういうことだよじゃあ食べましょうかね。ブラッドウォースト、ちょっと血のソーセージってこと。ブラッドウォースト、ブルートウォースじゃなくてブラッドウォーストだよ違うんだそれ。ブルートは血、ブラッドは焼きソーセージ。あ、そういう意味なんだね。焼き具合が甘いなぁと、もうちょっと焼いてもよかった気がする。うん、おいしい。めっちゃいい匂いする。パンにバター、もう溶けてきた。バゲットみたいな感じ、おいしい。じゃあこのハンバーグはドイツ風ハンバーグか日本風ハンバーグかを見てみる。ドイツ風ハンバーグと日本風ハンバーグって違うんだ。まあ、違う。例えばドイツに旅行行ってた時ハンバーグ食べなかったね。そうだね、今回は食べてないね。うん、日本風ハンバーグ。
何が違うの？ドイツハンバーグ、日本ハンバーグ。ネギとかが入ったりするドイツのハンバーグに、パン粉的なものとかも入ってたりするとか。そうそうそう、ドイツはだからいくつかお肉以外にも入ってる。ソーセージとかも入ってるの？ハンバーグの中にドイツだし。それはやっぱりやりすぎでしょ。はい、マッシュポテト。ドイツ料理の大体サイドディッシュマッシュポテトはきますけど、ちょっと味薄いな。名古屋っぽくないよ、このマッシュポテト。名古屋は味濃いからね。ドイツっぽくもないよ。最後はサワークラウト。うん、このサワークラウト美味しいよ。サワークラウトは酸っぱいキャベツで、ちょっとなんか漬物にしたものだから、すごく柔らかくてビネガーの酸っぱさがあって美味しいですよ。ブワス、皆さん、ソーセージはブワス、おいしい。シャウエッセンみたいなパリパリじゃないけど、うん、こうジューシーな感じ、肉汁がこう出てくる。あとなんかちょっとハーブとかが入ってたりする。だから美味しいんだ、香りがいいんだ。あと お店の中の雰囲気がめちゃめちゃドイツっぽい。なんかその壁にさ、ビールのグラスが置いてあったりとか、ドイツビールの瓶がこうバッと並んでたりとかね、あれで木で作ってる感じがすごいドイツっぽい感じ。ハンバーグ、タカの反応は？うん、確か日本のハンバーグだね。次ドイツ旅行行った時はハンバーグ食べなきゃいけない。そうだね。うん、うん、断然にこれの方が美味しいよ。本当に？バゲットより、もう味がある。うん、バゲットの方が美味しいよ。うん、バゲットはつまらない、食感がいいもん、バゲットの方が。サンドイッチも食べてみたいな。チーズとハムとサラダ、いただきます。特にこのライ麦パンがあるから美味しくなる。うん、ハムも美味しい。うん、まあ、生ハムでしょ。うん、いや、これ結構ドイツっぽい。うん、なんかもう一品ぐらい食べれそうな気がしてきたから食べたいな。では何を食べるの？私は結構お腹いっぱいになってきたよ。オレンジビールのベーコン、モッツァレラサンド。オレンジビールじゃなくてオレンジピールだよ。あ、本当だ、オレンジピールパンだ。オレンジビールパンかと思った。じゃあなしでいいや。中は何でもビールだよ。じゃあこれする？カリーブワストのホットドッグ。うん、ドイツっぽくないけどね。ベルリンでしょ、カリーブワスト。うん、でもホットドッグの中に見たことないよ。甘いものはないの？ドイツ風パンケーキ。ほう、これが美味しい。すごっ。ソーセージにカレーのタレを乗っけて、お、あ、これあったかい。パンがいい。これはいい。これはめちゃめちゃいい。うん。うん。めっちゃ美味しいよ、タカ。パンがカリカリで中にはふわふわ。ソーセージがまだ熱々。ここのカレーのソースは本当のドイツで出てるカレーブーストのソース。めっちゃ美味しいよ。めっちゃいい量する。あげないよ。今までで一番美味しいよ。うわ、うまそう。うん、でしょ、これはうまい。でしょ、レタスシャキシャキ感もいいね。ね、カレーブーストにサラダがついたことないけど、これいいよ。一口しか私食べないよって言ってましたよ。言ってましたね。俺が一口しか食べてないまだ。言ってましたね。返せ、これ俺が頼んだやつ。ダッチベイビーのシナモンアップルトップですね。美味しそう。すごいいい香りですよね、シナモンの。めちゃめちゃ美味しいシナモンの香りしてて、これは最高のデザートだよ、絶対に。めっちゃ美味しそう。これがうまい。どっちかというとなんかフレンチトーストの味をして。パンはさ、ふわふわしてるけど、リンゴがシャリシャリしてるからさ、食感もまたふわシャリでいいし、ふわシャリ、あったかくて甘くて美味しいし。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ食べたけど全部美味しかったです。 100% はドイツ風じゃないけど、すごくドイツの味に近いものもいっぱいありました。このカフェだけじゃなくて、ここにもパンとか売ってて、他にもなんかいろいろ食品とか売ってる。ちょっとパン買ってみる？じゃあ何を買おうかな。何が欲しいの？とか。くるみパンじゃない？ウォールナッツ。うん、美味しそう。ランチにもあったライ麦パン。それは家で食べる。
本当に美味しかったね。このパン屋ピッテは名古屋の上田駅の近くにあって、私たちのおすすめです。タカも満足したでしょ。めっちゃ美味しかった、ね、パン全種類美味しかったし、特に最後のデザートもめっちゃ美味しかったし、そうそうそう、カレーブーストのホットドッグも美味しかった、超うまかったし、ビールもね安い。この動画が楽しかったならいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録も忘れずに。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。